ドカップアジア2次予選もついに始まり、日本は初戦白星スタートと好調だぜ。そうね、初戦のミャンマー戦を5対0と完勝して幸先いいわよね。だな、アジア2次予選の話題で盛り上がっているが、11月に他にも大きな大会が行われているんだぜ。え？何かあったかしら？ U17 ワールドカップインドネシア2023だぜ。ああそうだったわね、アジア2次予選の方ばっかり目が行ってたわ。先日この大会のグループリーグで韓国が3戦全敗を喫し、無念の大会敗退と話題になっているんだ。あら、それは韓国としては穏やかじゃないわね。ああ、というわけで今回は、最近の韓国のサッカーの話題に焦点を当ててみていくぜ。そういえば、最近の韓国サッカー事情わからなかったからありがたいわ。じゃあ、早速行くぜ。冒頭でも軽く触れた通り、韓国は先日 U17 ワールドカップインドネシア2023のグループリーグで無念の敗北を喫したんだ。ちなみにこのグループリーグでの韓国の戦績だが、初戦のアメリカ戦は 1-3 で敗戦、続くフランス戦も0対1で落として2連敗喫したんだ。2戦を終えた時点で、勝ち点0でブルキナファソと並んでいたが、得失点差により、なんとか3位という状況だったんだ。崖っぷちの状況ね。ああ。しかし、実は11月18日のグループリーグ最終戦であるブルキナファソ戦のキックオフ時点で、韓国のグループリーグ敗退が決定していたんだ。え？じゃあ、もうどうしようもないじゃない。ああ。そんな中ブルキナファソ戦に臨んだ韓国だったが、この試合も1対2で敗れてしまったんだ。それじゃあグループリーグ全敗ってこと？その通り。この結果について、韓国の地元メディアは、3戦全敗、2得点6失点、16年ぶりのグループリーグ敗退、韓国の競争力は試合ごとに落ちた。ブルキナファソ戦、すでに勝ち上がりが消滅していたが、より無気力だったのは韓国だった。と報道し、続けて、守備の概念が確立されていない中で攻撃的サッカーを標榜するのは無謀だった。と指摘したんだ。敗退が決まっているとはいえ、国の代表らしく最後まで堂々と戦ってほしかったわね。ああ、さらに同メディアは、日本は2勝1敗、4得点3失点、イランは2勝1敗、9得点4失点、ウズベキスタンは1勝1分1敗、5得点5失点、でベスト16入りした。3チームともグループ2位ではなく、グループ3位のうちワイルドカードでグループリーグを通過したが、全ての面で韓国を優れていた。先日のアジア競技大会で韓国より順位が下だったイラン、ウズベキスタンまで16強に進んだのだから、韓国の深刻な不振はさらに痛ましい。ある監督は、守備が不安な状態で行う攻撃サッカーはアジアでは良くても世界の舞台では絶対通じない。指導者と若い選手たちが多くのことを感じて深く反省してほしいと話している、と報道したんだ。これを見るに、3戦全敗での敗退は韓国にとって随分とショックが大きかったみたいね。確かにな。この記事についてサッカーファンから多くのコメント寄せられたんだ。日本とウズベキスタンの敗北が期待できるとか偉そうにおっしゃってたのにね。他国の負けを当てにしてたのに、自分たちが勝ち点を1点も上げられないっていう、コント勝ってくらい見事なオチでしたね。やっと気づきましたか、世界で通用しないって。アジアでもいつまで通用するかどうか、兵役免除やら賞金ボーナスやら、これでもかと人参ぶら下げてオーバーエイジとかをフルに活用して通用している状態ですからね。日本とばかり比較する韓国メディアもどうかと思う。世界を見てないね。また16強、8強、4強に進んだか非かや FIFA ランクで順位ばかり気にするより、本質的なサッカー層の底辺のレベルアップの対策をすべきなのでは。エリート選抜だけの K リーグや代表のあり方も。まずは韓国の世界に対する認識の甘さを指摘するコメントだな。そうね、アジアばかり見ててはもちろん世界では通用しないでしょうし、まずは韓国サッカー全体のレベルアップなどもっと見直すべき点があると思うわ。17歳が頑張ったのに無気力とか批判する国民性が嫌いです。インドネシアやウズベキスタンなどを見下して弱い者に対しての優越感を持ち、強者には卑屈になるから世界では通用しない。サッカーの強化の前に国民の意識改革が必要でしょう。いい大人が懸命に戦った17歳とかそこらの少年たちに言いたい放題、罵り放題だから育たんのだよ。アジアでも再開とか現実を突きつけるのどうなん、称賛の声とかあってもいいと思うのだが。てかこの国のメディアって最初は他国を見下し余裕とかほざいてるくせに、いざ負けるとなるとああだこうだと
言い訳と選手に対するバリ雑言、嫌になるね。自分が選手やったらいい加減それ直さんとライバル、日本からしたらいい迷惑と呼んでる日本どころか、どんどん世界にも話されるよといった国民性を非難するコメントも多かったぜ。そうね、全敗したとはいえ国を代表して戦ったんだからよく頑張ったの一言ぐらいあってもいいと思うわ。無気力とか精神論で片付けていては根本原因にはたどり着けない。アジア大会は U17 とは別のチームなので関係ない。いろんなことをごちゃ混ぜにしすぎ、敗戦直後は悲嘆に暮れるが一勝すれば全てを忘れて敗戦のことは忘れてしまう。ちょっと前まで日本に差をつけられたと嘆いていたのに、アジア大会で優勝したり A 代表が連勝したら全て忘れて、選手の質や技術面では日本を上回っていると暴言を吐いている。そんな精神構造が理解できない。気力で勝てるなら誰も苦労しない。まだ皆子ども、試合前に敗退確定を知って気力持てるか、国家青少の時の11の何とも複雑な顔見てないのか、気力じゃなく戦術技術をもっと指摘すべきだろう。守備の組織、個人の守備のアタックやフィードは明らかに劣っていた、だから勝てなかったのだといった無気力や精神論で片付けてしまうことに疑問を持ったコメントも寄せられてたぜ。確かに気力で勝てたら苦労しないわよ。今時古い考え方よね。確かにな。さらにこれ以外にも U17 韓国代表に対する批判の記事が報道されており、別の韓国地元メディアはインドネシアよりも勝ち点を得られず U17 韓国代表は最下位で脱落したの見出しをつけて、記事には開催国とはいえインドネシアが2分け1敗で A 組3位となった、残りのアジアチームは同じ3位でも16強に進出した、しかし韓国だけが3戦先輩でベスト16進出が頓挫した U17 ワールドカップに参加したアジア母チームの中で最も低調な成績となった。今回の U17 ワールドカップにアジアには5つの出場権が与えられた。 A 組のインドネシアが2分け1敗で3位、 B 組のウズベキスタンが1勝1分け1敗で3位、 C 組のイランが2勝1敗で3位、D 組の日本が2勝1敗で3位、インドネシアを除いた残りの国々は3位であっても16強に上がったと掲載し、韓国代表の結果に関して韓国は3戦全敗という最悪の成績で、アジアで唯一のグループステージ4位であり勝ち点0にとどまった。いくら U17 代表とはいえインドネシアよりも成績が悪くアジア最下位になったのは韓国サッカーの衝撃だと嘆いたんだ。過去最悪の結果とはいえ、ここまで非難されると精一杯戦い抜いた韓国代表も相当辛いわよね。そうだな。この記事に関してもサッカーファンからいろんなコメントが届いたぜ。ベスト8を目指していた国がグループリーグ再開で敗退、しかも勝ち点0、実力と目標が乖離しすぎていて嘲笑するよりもかわいそうになってくる。日本サッカーに足りないのは経験と自信だと言われてきたけれど、韓国サッカーに足りないのは冷静に自分たちの実力を見極めることと自制心だね。聞き慣れない国にまで負けてさぞかし悔しいことだろう。意気込みは良かったけれどね。何試合かかってとしても根本的に強くなったわけではないし、たまたま相手や条件に恵まれただけで立ち位置が変わったわけでもない。喧嘩なら意気込みだけで勝てる可能性はあるが、スポーツは努力の積み重ねが結果を生む。努力不足を認め、そろそろ強かった頃の夢から覚めた方が良い。インドネシアよりも成績が悪くアジア最下位になったのは韓国サッカーの衝撃だ。直訳したからというのもあるのだろうけど、書き方がいちいち他国を下に見た表現。人口減ってるんだし、大事な育成年代が母受験戦争でサッカーを許さない母親が増えてるって聞くし、また40、50年前のワールドカップ見たく、一勝もできないアジアの虎に逆戻りしている。その真実を真摯に受け止めるべき。中でもサッカー以前に見直すべきところがあるんじゃないかという指摘のコメントが多かったぜ。そうね、よく人を下に見るような発言を聞くけど、強くなりたいんだったら他人のことよりまずは自分を冷静に見つめ直すのが先でしょ。間違いないぜ。それがわからないんじゃいつまで経っても強くなれないわよ。だな。ちなみに韓国メディアの非難の対象は実は日本代表にも向いているんだ。え？なんで？そのきっかけとなったのがつい先日行われた日本対ミャンマー戦の試合だ。アジア2次予選の初戦でしょ？え？韓国関係ないんじゃない？韓国が気になったのが
81分に日本がゴールキーパーの交代をしたことについてなんだ。え？なんでなんで？ミャンマー戦の終盤で日本は81分に最後の交代枠を使ってゴールキーパーを、大迫圭介選手から前川大也選手に交代したんだが、この行為について韓国メディアは、日本がワールドカップ予選でゴールキーパー交換の余裕、ミャンマーのプライドを踏みにじった、と報道したんだ。は？ここまで来ると言いがかりじゃない。同メディアはさらに続けて、強化試合ではゴールキーパーを交換する場合が時々見られる。しかしワールドカップ予選では負傷以外にほとんど見たことがないと言っていい。と指摘したんだ。そして、ところが日本の森保はじめ監督は勝機をつかむとゴールキーパーを変えた。相手チームのミャンマーには屈辱的だった。と伝えたんだ。相手のミャンマーに言われるならまだしも、他グループの韓国に言われる筋合いはないわよ。本当それな。この報道にサッカーファンは、ミャンマー側から言われるのであれば理解はできますが、別グループのからあれこれ言われる筋合いはありません。自国の代表チームの評価に集中していただきたいものです。今回の U17 代表がなぜグループリーグ敗退したかの議論を深めてほしいものです。ミャンマーが勝負を諦めてなくて戦う意思を見せてる中でやるのなら侮辱だけど、ミャンマーも戦略的に日本との勝負を放棄していた面があるから、そんな中で日本がゴールキーパーを交代させたところでミャンマーは何も思わんよ。寒かったし、選手のコンディションを整えるのも采配の一つ。相手への挑発とか相手が屈辱とか思ってるとかは知らないけど、個人的にはナイス采配だったと思う。前川を試合に使ってあげる意味でも良かったと思う。まあ韓国のことだから何かケチをつけてくるだろうとは思ったけどね。といった霊夢と同じ気持ちを抱いたコメントも多かったぞ。だって普通に考えてそうでしょ。そんな暇があるなら少しでも韓国代表のためになることしなさいよ。おお、霊夢がキレてる。キレてないっすよ。そのネタは古いな。どうせ私はババアよ。とりあえず落ち着こうぜ。そうね。ヒートアップしてしまったわ。話を戻すぜ。ここまで韓国は自国の代表選手、日本と批判してきたが、最後は中国だ。本当どんだけよ。まったくだぜ。で、どんな内容なの？中国のプレイスタイルについて批判しているんだ。アジア2次予選で、中国は初戦のタイに2対1で勝利を収めたんだ。しかし内容を見てみると、背後からの危険なスライディングタックルや、ペナルティエリア内でのあからさまなシミュレーションなど、中国側のラフプレイや非紳士的な行動が目立ち、この試合だけでも、計4枚のイエローカード出されたんだ。相変わらず、荒々しいプレイをするわね。この中国のプレイについて、韓国のエースであるソン・フンミン選手は、彼らは我々を怒らせイライラさせる戦術を取ってくるでしょう。これに巻き込まれずに自分たちのプレイをすればいい試合ができると思う。中国だと恐れることはない。と、強気なコメントを残したんだ。おお、男らしいわね。また別の韓国メディアの報道で、守備の要であるキム・ミンジェ選手はこの中国のプレイについて、選手が競り合いで怪我をするかもしれず、VAR がないため、激しいファウルを受けたにもかかわらず不当な判定が下されることもある、と警戒するコメントを残したんだ。さらに続けて、シンガポールも負けじと荒れていた。中国に行って、僕らも同じようにラフにやらないとやられると思う。守備から厳しくすれば大丈夫ではないかと思う。と、中国戦の激しさを示唆するようなコメントを残したんだ。本当激戦必至の予感ね。しかし一方、中国メディアは、韓国メディアは我が国代表チームに、勝つためにタフなサッカーに頼った特徴を述べた。と、韓国側が中国代表のプレイスタイルに懸念を抱いていることを報道したんだ。お互いにピリピリしてるわね。本当だぜ。ちなみにこの韓国と中国の試合についてサッカーファンは、テコンドー対カンフー、フィジカルサッカーなんてとっくに終わってるスタイル。なぜならカップ戦など連戦になればなるほどデメリットしかない。僕らも同じようにラフにやらないとやられる。どんな思考回路だとこんな結論になるのか不思議。元から韓国は相手関係なく荒っぽいと思うんだが、日本だとそう思ってても試合前に相手を刺激するような余計なことは言わない。これは挑発して荒れた試合を自ら望んでいるとしか思えない。中国は中国で、韓国は荒っぽい。フェアプレーなんて言ったたらやられるだけだって思ってるんじゃないだろうか。中国も日本とやるときはそれほどラフだろうか。韓国のような相手を壊すようなラフプレーはあまり見た記憶がない。まあとりあえず、韓国はどこの国とほとんどの競技でスポーツマンシップ虫だからね。
相手は最初から警戒から入るから気持ち良い試合なんてめったに見られない。やっぱりラフプレーを非難する声が多かったぜ。そりゃそうよ、見ていても楽しくないもの。私たちはサッカーを見に来ているんだから。当然だよな。と入っても中国対韓国の試合、大荒れの可能性大だな。本当どうなるか。怪我人は出ないでほしいわね。っていうか私は早く次の日本戦が見たいのよ。ああ、そうだな。他のグループの結果も気になるけど、まずは次の日本戦時も勝って勝ち点ゲットだぜ。そうね、応援も気合い入れていくわよ、頑張れ日本。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。やっぱり日本がナンバーワン。